皆さんこんにちは、今日はですね、ハーモニクス、フラジオレットとも言いますけど、それについて少し解説させていただきたいと思います。バイオリンの弦の長さというのは、この上駒からこの駒の長さで、決まってるんですけど、この音程がね、開放弦の音程が長さでこう、これをちょうど半分のところですね、この辺りです。ちょうど半分のところで、あの指をこうちょっとこう触れるだけで、このように特殊な笛みたいな音がするところがあります。こういうのをハーモニクス、あるいはフラジオレットと言います。ちょうどサードポジションのちょっとこう小指をこういうふうにちょっとペタッとさしてやったところにこの音があります。これ全部弦なんです、ね、でこれはもう本当に触れてるだけなんですよ、こう軽く。そうするとこういうふうに、あの倍音でこう弦のアーセンドラ、こうラーの音がね、これちょうどね、でもラーの位置ではないんですよ。これしっかり押さえたら、どっちかというと C のフラット気味の音のところにこれあります、ね、これちょっと勘違いしやすいですけど、これです。さらにこれ今半分のところですけど、この上駒から4分の1の場所、ここにも実はそのさらに、倍、さらにオクターブ上ですね、こういうハーモニクスがありますね。この A 線、これはこっちから4分の1じゃなくて、駒から4分の1の場所もこうありますね。これって感じで、これハーモニクス笛みたいな音が鳴るところがあります。 これも軽く、どちらかというとこの4分の1の場所の方が鳴らすの難しいです。ほんまに軽く触れとかないと、こうな汚い音が鳴るか、こう押さえてしまうと例が鳴りますし、こう宝探しをするみたいなですね、こうごちゃごちゃとしたところにこう盛りてるかですね。それで技巧的ハーモニクスというのがありますよね。これは人工的にこのハーモニクスを作るんです。これ今のこれやったら開放弦のこうソート、レート、ラート、メしかならないんですけど、1の指をね、このちょうど上駒代わりに使うんです。例えば C の場所にこうやって、ほんでこう小指でこのハーモニクスを作る感じです。これは C の音が出ますよね。と、こういう、こっちは、左指は、この人差し指しっかり押さえておいて、こっちを軽く触れるんですよ。これはかなり難しいです。技巧的ハーモニクスって言って、チャールダッシュね、モンチのチャールダッシュでよく出てきますよね。よくっていうか、まあ、出てきますよね、これね。こういうやつですよ。これはかなり難しいですけど、まあそうやって人工的に作ることもできるということです。まあまずはこのあれですね、サードポジションのこの1オクターブ上のハーモニクスを鳴らす練習をしていただいて、それでまあファーストポジションのこれを一度試してみてください。それから先ほどね、この技巧的ハーモニクスの練習をされるといいかなと思います。はい、それでは今日は、バイオリンのハーモニクス、フラジオレットの解説を少しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。